やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、あれ一体なぜその姿になったのか。小学生のスーパーアイドル、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ラスト問題、最後の問題、横から見るとホラーですアサイチスクープです。今朝はこちらです。はい、ちょっとあの CM 前もご覧いただいたんですけども、はい、この後あのとんでもないマスコットキャラクターが登場することになりまして、まあ、あの KBC で一番良識があると言われている私としてはですね、この時間の朝のテレビに登場させてもいいものかどうか未だに迷ってはいるんです。変なこと言ったよ、良識のある、あのでも子どもたちにはとても人気のあるマスコットキャラクター、子どもたちにはね、そうですよ、人気がある、子どもたちには人気があるけど、はい、特にお食事中の方どうかな。いや本当今朝ごはん食べてる。なんとなくでも輪郭出てますよ。で大丈夫です。可愛いんで。可愛 い。ただどうしてももう無理っていう方は、そういう方はもうあの数分間だけおはよう日本をご覧ください。いや名前に変えないでください。ダメよ。突然なんですけど、はい、サンセルコって知ってます？もちろん飲食店がいっぱい入ってて、まあレトロな施設ですよね。なんとそこにとんでもないマスコットキャラクターが公認として選ばれたらしい。そうなんですよ。そのとんでもないがどこまでのとんでもないのかは気になります。とんでもないマスコットキャラクターとは一体何なのか、その姿を確かめるべくアパレルショップや飲食店などがある老舗のショッピングセンター、サンセルコへ。福岡にな馴染みのあるものなんじゃないかなと思うけど。やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、あれうわ来た、あーこれやった、ちょっと待って、うんこだよね。お食事中の方大変失礼いたしました。恐る恐る現れたのはピンクの渦を巻くマスコットキャラ。こんにちは。こんにちは。喋るか、喋るか、喋るタイプか。サンセルコチャレンジプロジェクト公式キャラクターとなります。小学生のスーパーアイドル、プリティーウンカマンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。あの僕の頭触ると運が向上する、運向上っていう風に触っていただいて。まだ大丈夫です。もうちょっと、もうちょっと見ますね。もうちょっと見てみます。謎が多すぎるプリティーウンカマン、一体何者なのか徹底調査。生まれつきピンクで好きな食べ物は野菜カレーなど、キャラ設定はしっかりしているようだ。いくつなんですか？私は出来たてほやほやになります。あ、そういうことじゃない。私がうんこマンに転生する前はあの航空自衛隊で活動をしていました。ここまで言ったんならもう全部言っていいんじゃないですか。航空自衛隊？はい、まあ、サンセルコで活動してるってことですもんね。はい。歩いちゃったら大変なことになるんじゃないですか。公認キャラに就任しておよそ5ヶ月。果たしてどのくらいの知名度があるのか。こんにちは。子供さんいましたよ。このキャラクター知ってる？知らない。知らない。そうかそうか。プリティーウンコマンと申します。すいませんでした。ありがとうございました。すいません、行きましょう行きましょう。ごめんなさいごめんなさい。すいません。こんにちは。こんにちは。ご存知では。すいません。ない。そうかそうかそうか。ピンクはピンクでしょ。かわいい。すごいかわいい。おしゃれ。すいません、ありがとうございました。もうちょっとリポート学ぼな。こんにちは、失礼します。プリティウンコマンと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どう思われます？いや、もう最高だと思います。やったサンセルコウンコです。その後も知っている人は現れず、公認キャラとしては致命的。しかし、あの僕を拾ってくださった方がいらっしゃいますので、その方をご紹介したいと思います。そこはちょっとお会いしときたいですね。拾ってくださった方、こちらになります。あ、お店なんですね。はい。何のお店？
店ラベンダーのお店になります。ラベンダー、あ、こんにちは、すみません、失礼します。うんこのこんにちは。初めて知ってる人いた。ネタのように面白いですね、うんことラベンダー。こちらがうんこマンを公認キャラとして選んだ上野さん。結構誠実に本当に子どもたちのことを思って活動してくれてるところのギャップがいいかなと思いました。だとすればこれ脱いで活動された方がいい気もします、はい、この格好じゃない時のうんこマンとか見てるじゃないですか。あ、すみません、内緒の遅い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 。今ではサンセルコを盛り上げるため定期的にイベントを開催しているという。そもそもうんこマンはどんな活動をしているのか。小学生の子どもたちの排便問題に関するトイレ問題の取り組みをやっております。あ、そっちなんですね。はい、僕自身も小学生の時に学校で授業中に漏らしてしまった、そういった経験もあって、僕のようなですね、子どもたちが安心してトイレができる社会にしたいなっていう思いもあってこの活動を始めました。イベントなどを通して排便の大切さを教えていたのだ。プリティうんこマン。こちらですね、会場、夏祭り、あ、始まってます。うんこマンいた。あ、仕事してる仕事してる。この日もサンセルコで夏祭りイベントを開催。多くのお客さんでにぎわっていた。うんこマンはそこで子どもたちに排便教育を実施。今からうんこマンクイズ大会を開催しようと思います。排便教育を楽しんでもらうためクイズ形式で開催。うんこを我慢し続けると体はどうなるでしょうか。さあどっちだ、さあどっちだ、本当にそれでいいのか。正解は便秘になります。よかった、当てた。ちなみにみんな便秘って何か知ってる？はい、あ、知ってる。やったことあります。便秘になるとお腹が痛くなったり、ご飯が食べられなくなったり、それからイライラしたり、お肌が汚くなり、そしてしっかり出さないと体も臭くなってしまうというわけです。腸の働きを良くする食べ物や我慢すると起こり得る病気など子どもたちにしっかりと教えていた。はい、ということで皆さん合格おめでとう。全員正解。このスペシャルうんこマンパッチをみんなに嬉しい一個ずつプレゼントしようかな。はい、どうぞ。ちょっと可愛いんだよね。学校ではなかなか教えてくれない内容に子どもたちも興味津々。そしてもう一つ、子どもたちのためにある活動を行っていた。うんこマンから指定された場所へ向かってみると、そこには平屋が、さらに子供たちの大量の靴も。こんにちは。え？何してるのみんな。カレー？子供たちがカレー食べてますね。この場所で一体何が行われているのか、そしてうんこマンはどこにいるのか。来た、お待たせしました。うんこマンが子供たち大喜びですよ。こんにちは。おいしそう。いっぱい食べてね。はい、はい、ちょっとスプーンも配って、はい、何してるんですか。はい、子供食堂で子供たちにカレーを配膳してます。うんこマンのもう一つの活動、それは子ども食堂。仲間たちと一緒に福岡市内を中心に月に 2,3 回ほど開催しているそうだ。おいしくいただきましょう。いただきます。いただきます。ちょっと待って、うんこマン、ちょっと待って。おもむろにこれ開いたんですね。これそうです、そうです。横から見るとホラーです。
出すだけじゃなくてね、もちろん体に入れるっていうところも一つですもんね。はい、栄養のあるご飯をしっかり食べて、できちんと腸で消化して、でしっかり、まあ、体も動かしつつ、まあ、健康的な生活を送ることでしっかりうんこもきちんと出るようになりますので、そういった意味でこの子ども食堂を通じて食育っていうのを発信しています。サンセルコチャレンジプロジェクト公認キャラ、プリティーうんこマン。子どもたちの健康のため、彼の排便教育は日々続いていく。うんこマンに釣られてうちみんな来ましたけど。釣られてってどういうことですか？うんこマンに会えるよって言って。どうだった？初めてのうんこマン。嬉しかった。暑い気をつけてね。こういった地域でお友達と楽しく食事をできるっていうのも、こういう場を設けていただいてすごくありがたいと思っています。小学校で実際に子どもたちの前で排便教育っていうのをさせてもらいたいなと。きちんとした排便知識を与えることによって健康意識を向上してもらえたらなと考えてます。僕のとっておきの一発クソギャグをお届けいたします。あー、いいですね。うんこだけにクソ度。うんつくつくぼーし、うんつくつくぼーし、うんつくつくぼーし。よかった、面白かった。あー、よかった。あ、もう、うん、ですね。子どもたちには大人気ですね。活動は立派で、立派ですね。すごくね。授業中に先生トイレ行きたいと言えないんですよ、なかなか。ね、それも含めてやっぱり大事なことですよね。よほど辛かったんでしょうね、小学校で。自分の経験からですもんね。体調が悪かった。ただ私サンセルコよく行くんですけど、会ったことないんですよね。会ったことないわよね。でお店の人も知らない。知らなかった。でもさっきディレクターに聞いたら、はい、結構サンセルコにいらっしゃるらしい。そうなんです。いらっしゃるらしい。会ったことないからな。会いたい。うんこマンに配膳してもらうカレーライスってどんな感じなんですか？まあ、カレーはカレーじゃないですか。そうですよね、美味しいカレーですよね。食べるのと出すのは大事なことだよって、うん、その他にもね、もう一つ活動なさっていらっしゃるそうで、うん、うんこマン偉いんですよ。福岡市内のトイレを中心に、月に2回ほど地元の方たちと一緒におトイレの掃除もなさっていると。排便にまつわる大事なお仕事ですからね、綺麗なおトイレで健康的にね、まあ、ここまで綺麗にしてくれた。危ない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 。いやいやいや、多分お食事中はあそこが空いてるんじゃないですかね。はい、サンセルコに、ね、はい、会いに行ってください。頑張れ。